ダンシリとは、アメリカ合衆国で生産され、フランスで調教を受けた競争馬である。引退後は、種ボバとして活躍している。ダンジリとも呼ばれる。主戦騎手は、オリビエ・ペリエ。デビューから2連勝でプールデッセデプーラーに出走し、一番人気に、押されるもセンダーワールの2着に敗れる。続くジャンプラ賞も距離が合わなかったのか4着とムラジを外し、自走のメシドール賞で、 初重賞勝利を挙げたもののジャックル・マロア賞では、ドバイ・ミレニアムに、ムーランド・ロンシャン賞では再び、センダワールに敗れ、一流どころ相手には、力不足が目立った。コバになって、重賞に連勝するも、やはり g 一になると力不足が目立った。サセックス・ステークスでは当時欧州で、g 一連勝していた、鉄の馬ことジャイアンツ・コーズウェイに敗れ去り、ムーランド・ロンシャン賞、フォレ賞では、 インディアンドッジの前に屈した。母国アメリカのブリーダーズカップマイルにも挑戦したが、ウォーチャンとの三着とここでも勝ちきれなかった。この一戦を最後に引退、シュボバ入りした。バンステッドマナースタッドでタネボバ入りし、現役時代は G1 を勝ち切ることができなかったが、タネボバとしては外線文章を勝利したレールリンクを排出し成功。他にもクリテリウムドサンクルーを勝った。 パッセージオブタイムやパリ大賞店を買った、ザンベジさんなどサンクはフランスを中心に大活躍。2006年フランスのリーディングサイアーに輝いた。2018年4月に生殖能力低下のため、シュボバを引退した。自身はマイルを中心に走っていたが、サンクは中長距離を得意とする傾向があり、競争成績とは異なった面も見せている。G1 のみ、表記兄弟は、 全妹にブリーダーズカップフィリーメアターフなどを買った、バンクスヒルとインターコンティネンタル、全弟にマンノウォーステークス勝ちなどがある、カシークとカナディアン国際などを勝ちがある、シャンゼリゼ、半妹にメートリアークステークス勝ちなどがある、ヒートヘイズがいる。ありがとうございます。